動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。今さら感が半端ないで、もっと早うから実行せんかったんやな。俺らにはわからないんだ。ピエロ団、ピエノッチのことが、去年の夏にコンサートバッジに封印されるまで、何事もなかったじゃないか。あのまま眠ってるかと思うてたけど、思わぬところで逆襲に手を染めよったな。とても逆襲に手を染めるようなバトラーとちゃうんやで。そんなバトラーが逆襲するあたり、何か心の底で抱えてる重要な問題でもあるんやろうか。でなければ、あの世界情勢をピエロ団の勢力に使わんやろ。てか、それに関してはスターアットが直接譲歩し合うつもりで、準備に取り掛かってる途中やけど、赤田組の帰郷が始まるのだ。ビビッドネオンガールズの言い分では、ピエロ団はシンタを狙ってるようだけど、そのために世界情勢での、不幸を取り組むようなこととは思えない。一国も世界情勢も、ピエロ団も解決しないと、頭打ちになりそうだ。ぴょんたプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。意識離通困難の活動が本格化したんか。10年前のシークレット、ベースも、期間が果たされるもの時間も、もんなにゃな。ピエノッチがどうかしたんかって。どうやら、ピエノッチとやらが、今の世界情勢での不幸を取り込む意図が理解できないようだ。しかし、その件についてはどのバトラーも、真実に触れる余地はないはずだが。この前のファンタシックで、ビビッドネオンガールズから口出したことって、他になんかあったんやろうか。EV を追ってるうちにこんなに、変わってるところもあれば、全然変わってないところもあるんだね。中にはガチガイガンガイ舐めないような風景も、ちらほら見られるんだけど。ちゅうことは、その一人のためだけに、世界をピエノッチ一色にするチューンもありえるやろうか。ピエノッチがやんでね。一人はモーテンや大陸やな。その一人チューンはおとなく、パンプのマスターやった。スターアットのことやもんな。しかも、そいつんがムン73もおるから。南部でも競合してこやし、スターアットがアンテちゅうことは、俺たちもあんなにやな。〇〇と〇〇ちゅうタイトルは、俺らの場合、シリアスな内容になる傾向があって、今回も例外やあらへんで。以前、赤田組はチュアリーディングを、してる、ちゅう発言があったけど、覚えてる車両とかおるか？いつどこでそんなことを言ってたんや？そんなに言うやつ初めて聞いたで。今回ばかりは楽観視できるようなもんや。あらへん。なんせ。こんな風に、他のバトラーをブラックホールに、落とし込むようなことをしでかし読んで。それ、腹
開花中、奴らの切り札やな。お、あいつらの切り札を知ってたか。あれにかこのラッキー愚者が、吸い込まれたら、どえらいことになんて。勢力によってはキャロル星も、吸い込まれる可能性まで出てきよったくらいや。いまいましい奴らやで。季節はキャラクター市場にも、関与してるから。あえてチアリーディング云々を発言してんだ。要因は分かっとる。ピエノッテは日本エリアのバトラーのようなもんで、2020年は大多数のイベントが霊の病で奪われたことで、日本は不幸な国っていうことを自身の体を使って証明するつもりなんや。もちろん不幸にしてるのは子供なんは言うまでもあらへんで、それを関係のないものにばらまくから大問題になるんや。仮にこの日本エリアが不幸な国と証明されたとして、それでどうなるんだ。国土が沈没したりしていないじゃないか。完全なるあるあがきだろ。普通に過ごす分には何も起こらんやろうけど、このエリアのバトラーは他力本願な側面があるから、いいようにされ放題なのも事実なんやな。他にはその世界情勢の不況によるレガールの絶対化も相手したりは。あいつむしろピエノッテは今の世界情勢からの不幸でレガールを絶対化させるつもりとちゃう。パヌアスがそれで幸せだったな気にすることがない。にしてもスタジオ移転までえらい時間がかかったんやな。今回の移転は会員層が抵抗することを条件としてた上、2017年までノーマルアットが起きた。一方で、ピエノッテはもうやって、コンサートは追加な抜け出して、今のようになったんやもんな。ルーナのシングルメーナーやと、ブーム引きなれへんのやもんか。見たところ、封印先で誰にも見つからないように、皆も下で動いてるようや。シングルレーダーではコンサートバッチで封印できても、奴らの活動まで引き止めることはできへん。活動を縛るには、シンタブレーダーとなってからのこと。一部はそれを知ってるから妨害するアホもおるがな。コンサートバッチで求められないのか、どうすればいいんだ。シンタブレーダーとなって奴らと、譲歩するのに、他に手段はあらへんで。どっちにしろ、倒すんは倒すんやろ。全ては奴に直接といただくだけ。そのために、まずは、シンタブレーダーとなるところやな。霊の病を通じた奴の、勢いは日に日に増していくばかりで、今では特殊なバリアを張ってるところまで、来てる。普通に戦っても倒されへんようになってるで。元の運用の過酷さも相まって、バトラーは、あいつらとの戦いに相当疲れ切っとる。中には、第1回生の応援チーム、と主張する者までおった。あいつら、ほんまにチアリーディングが嫌いなんかもしれへん。第1回生とチアリーディング、似合ってそうな組み合わせやで。ピエノガンが巨乱化しだしたんら。ボリューエンチが決まった時かなか。切り札、破壊化が発動されるのは、おそらく、その五輪の中止が決定したその瞬間、その時にピエロ団はレガールを、一気に畳みかけて、シンタを襲撃するやろうか。最終的に生き残るには、プチテツとドリーミングワールドと、京都の花札や、その他の一部だけになるんやな。プチテツの勢力が大きくなった今、昔と違って、レガールはそんな簡単にはヘタバリはせんけどな。それに、ピエロ団は、俺の誕生日も意識してるから、あの五輪にも意識を向けてただけに、すぎへん。確かにそうだけど、それをしたら、オーラッピング者が悲しんだりしないか？黙っていれば誰も気づかないだろう。当日実行する予定やったのは会員層。そいつはトリナス側でやるから、当初の通りに実行されるで、内容は全然変わってくるけど、さっき言ったんだけどな。だと、どこで動機を言ったかがわからないから改めて言わせると、無事にスターアップが、シンタブレーダーの試練を突破すれば、2020年代は月鉄の天下だ。月鉄の天下、これが新日本の姿であろうか。一方で、切り札、破壊化が発動された場合、どういうことが起きるかも推測しておこう。当然、現地のセロンは大石切り中高団が、根強く、俺たち赤田組まで大石切り中高団に、乗り出すこととなった。一応、赤田組そのものは月鉄船内で、活動を繰り広げており、鬼門やった大隅エリアの、進出の手段を模索してた。これまでのノーマルアットの活動は俺からすれば誰も的外れて、空回りしたもんやった。
死にはせんけど、長期間はこの暗闇を、彷徨うことになるぜ。こんな暗闇にお金すんも、吸い込まれるて、どういうこっちゃ。俺たち鉄道車両なんか、なすすべもなく吸い込まれるぞ。やばいな。さらに言うと、石切中高段に立てつくようになったのは2008年で、その前の2007年は東南大問題も、引き起こしてるぜ。特に東京ナプトリーは絶望的やかな。パッシングを呼ぶ後はかなり勝ちとなりそうや。仮に私がブルーリボン賞を取った場合、案内役の手配はどうなるのだ？それも問題になってくるぜ。キャラクターもなんか数がなくなりそうや。こっちもなんかいなくなるんや。キャロル星も吸い込まれそうやし。キャロル星もあれ、こりゃあほとんどがなくなんで。それゆえに、これらのラッピング差がなくなったな。もうなんなるんや。確かに、季節グループはそれらと相互乗り入れしてるんやったな。単純に季節船内折り返し運転に、止めるであろうか？その場合、俺たちが直通運転を代行することになってるぜ。すでにラブ局は季節の一部やから。それで、そうなると、音響においては、すべて季節側に統一される予定やな。しかし、今後は片組で、チアリーディングが出てくると、思うか？ピエロガンハンナのミステリーは、ピエロッピがヤンデレやったけん、キクナマスターやったとね、進化を狙ってるんもる、スターアートを担当にしてるかも、怪しいところやな。俺のダンス嫌いはこういった指導の問題がきっかけ。他のバトラー、赤田組でも大問題になってたぜ。俺が堂々とそう言った以上、少なくとも、俺らはあの切り札も受けずに、済むと思うけど、問題は、譲歩する動機がどこで成り立つやな。反転門剣が新タブレーダーやから、この夏以降なのは確定やろうけど。そうそう、新タブレーダーとなったら、各地の新タ神殿を捜索することになるから、できるなら、そこで譲歩し合えないかし、見込んでるところやで。ピエロ団が新タを狙ってるから、全面的な調査が必要なんだな。こっちとしては、新タこそが黒幕やと見てるんや。ピエロガンも、イングインも、グゼートスも、元をたどれば新タで何らかの、事態があったから、今の状況に至ってるんや。ベネクレアも同じく新タで、そこもネクロビアにやられたんや。ピエロガンもそいつに何らかの、形でいじられたもん。ベネクレアにはその経緯はあらへんかったから、別の新タの神殿にあるはずやで。魔女戦争も多かったらしいけど、魔女界との戦いの過去なんやろうか。魔女戦争、魔法使いは残忍なものが多いから、残虐な状況だっただろう。あんな愚か者はかからぬだけ、無駄やねんけどな。海賊界などの魔女界と敵対しているから、三つどもえが予想されるぜ。魔女に海賊、さらには宇宙まで、どういう世界観やねん。これは、最終的な段階で、そいつに限っては、確実に戦うことになりそうやな。いよいよ確信が見えてきたで。この戦いが始まるまでに、できることを徹底的に処理するぜ。秒も戻らない都会の針を
それにしても、ここ最近は出演する車両が減ってきているな。現場に出られへん期間が長引いてるそうやけど、セットは向こうにも置いてあるんや。少なくとも、東京ラプソディは絶望的やな。幸い、名鉄の車両がおるからええけど。これからどうなるんだ？このまま閉塞な世界にけなめられるのか？月球もそう長くは続かんやろうな。ネタと車両が枯渇してしまいそうやし。